油ならしを始めます。最初に野菜くずを準備します。普段捨ててしまうようなこういったところを使っていただきます。こういったもので準備してください。例えばキャベツの芯ですとか人参の皮、じゃがいもの皮など、捨ててしまうようなところで構いません。ではさっと水で洗い流します。一度鉄板を乾かしていきます。乾いてくると水分が蒸発したのが目で見て取れます。大体こういう風になってきますので、全体が乾いたから始めます。では油を入れていきます。ご家庭にある植物性のオイルで構いません。少したっぷりめに、これぐらいのお鍋でしたら3杯から4杯。じゃあ煙がもう出てきたので、ここで野菜くずを炒めていきます。鍋の縁の方にも油がきっちり回るように野菜くずで油を回していきます。野菜がしんなりしてきて全体に油が回ったなというところで火を止めます。そうしましたらもう野菜くずは取ってしまいます。では火を止めてから 4、5 分経ちまして粗熱が取れましたので、鍋を洗っていきます。こういったたわしで洗っていきます。それでは洗ったお鍋を乾かしていきます。